任天堂。ここから64ですって。なんて懐かしい。さて今日は星への願いのお話をしましょう。遠い遠い空の上、その遥か遥か彼方に星たちの住む国があるそうです。星の国の宮殿にはみんなの願いを叶える力は、なんかこんな感じだった、懐かしい。スターの杖という宝物があり、ありがたい七人の星の精たちによって大切に大切に守られていると言います。そんな感じだった、確か。セロテープね、これ。そしてなんか取ってつけたようなカメックだっけ、誰です、変なもの貼り付けた、あ、そういう設定。はーい、我が輩でーす、我が輩でーす、ゴッホ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 ー。憎きマリオをやっつけるため、スターの杖は我が輩がいただくのだー。やれー、カメックババ、カメックババだって。カメックまで会ってた、よっしゃー。あらら、あらららら、そんなすごい誰目線って感じですよね。早速杖を使わせてもらおうか。ああ、やめなさいクッパ、お話を勝手に変え、誰目線本当に。ひゃひゃひゃ、うまくいけましたわい。ガッハッハ、当然だ。なんかなんだろうね、すごいこんなにメタ的だったんですね。最初の星の子がみんなの願いを届けに来ました。星の子、願いがなくなってしまいました。だいどうしたらいいのし、星の子ってなんかさっきの7人に含まれているんでしたっけ。はい、ワイリオストーリープレススタート。よし、やってくぞ。スタートボタンないけど、このあ、スタートって書いてた。はい、じゃあやっていこう。プレススタート。はい、ニューファイル、え、名前つけるの、なんかこういうの自分の名前あんまりつけるの好きじゃない人なんですけど、どうしよう。よし、冒険の書、あれ、ファイルの名前だもんね、私の名前じゃなくて。確か昔これ私の名前にしたらさ、はい、初めから私呼ばれるのかと思ってワクワクしてたけど、ファイルに名前つけるってなんかね、まあ、お兄ちゃんとかとやってて、間違わないようにするためですかね。お、郵便でーす。ベタ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 、郵便ですよー。あ、ルイージだー、かわいい。あー、懐かしい、懐かしい。兄さん、ピーチ姫から手紙が来たよ。読んでみるね。なになに？今日お城でパーティーがあります。マリオとルイージもぜひ来てください。遠い町からお客様も二人にとても会いたがっています。美味しいお菓子とごちそうをたくさん作って待っていますね。ピーチより星みたいな三角だけど、なんか星がね、ちょっといいセンスだよね。マリオ、マリオの家。ぐる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 、この髪感いいよね。よっしゃ、お城にごちそうとパーティーをあれしに来たのかな。いや、いいですね、懐かしい。いや、このなんか段差とかね、懐かしい、懐かしい。あ、噴水がなんかその64にしてはなかなか、はい、扉開いた。いつ来ても立派なお城だね。お客さんもたくさん来てるね。なんかキノコばっかりだけど。私動ける？動ける！早歩きはどこでやるの？あ、ここかな？え、ちょっとなんか操作とか見よう。ちょっと走りがよくわかんなかった。から、まあ、ゆっくり歩いてプレイしますか。じゃあこのキノコに、すごい話したそう。マリオさんお元気そうで何よりです。パーティーを楽しんでってください。楽しみます。キノコ城ようこそいらっしゃいました。あ、すごい槍持ってる、ガードキノコだ。
あ、ジャンプしたんだけど。マリオさん、ごちそういっぱい食べられるようにお腹を空かせてきましたか？これごちそう食べすぎてお腹いっぱいになったので、そうなの。さあ、一休みしてお腹をす、これなんかすごい、バイキングとかなんだろう、食べ放題にいそうな人ですね。こんにちは、マリオ。こちらのお客様は、キタピオさん？寒い、北から北ピオさんなの。北から北ピオさんってなんか北が。ピーチ姫って噂通りの優しくて素晴らしいお姫様ですね。挨拶に来た回がありましてマリオさんもぜひ一度寒い地方。いや、寒そう。野生行くぞ。ちょっとみんなに話しかけたい。あ、ちょっとジャンプしちゃう。今日のパーティーのお客様は遠いところからいらっしゃってる方が多いですよ。行ったことのない街の話でも、あれだね、なんか寒い地方とかね。あ、懐かしい。やっほー。ピーチ姫は朝からマリオさんたちがいらっしゃるのを楽しみにしてはずっとそわそわ。あら、なんかゴシップ好きの女子。で、まあまあようこそマリオさん。この前のパーティーは本当に楽しかったわね。そうそう、ピーチ姫が待っておられましたよ。ですって。なんかあっちの扉とか行きたいんだけど。こことか入ってもいいの？開かないよ、開かない扉とか作るなよ。こっちのワクワクした気持ちを返せよ。なんかバッジみたいな手に入れて、そう、なんかバッジでね、なんかそういうの、ジャンプしたりとか、早く移動もバッジなんでしょうかね。あー！キャシーさんじゃない？キャシーさんじゃない？これ、あらあら、マリオちゃん、こんにちは。キャシーさーん！キャシーさんの料理ちっちゃい時食べたかった。今日のパーティーのごちそうは腕を振るって作ったから特に美味しくできる。なんか音割れてそう。大丈夫です。音割れてない。あら、まあ張り切りすぎて材料が足りそれはちょっと材料のこと考えながら作ろう。これはやばい、懐かしい。卵とかのこの遠近感というか立体感やばい。僕はお料理の練習中です。そうなの、キャシーさんみたいにキャシーの弟子についたらそらまあすごいことになる。マリオさんも習ってみます。お料理って奥深い。ジャンプもできない。ジャンプ丸みたい。これ乗れる？作り乗れる。任天堂そういうことするよね。これなんかキャシーさん激おこじゃない？まな板とか今から使うものの上にね、土足で。いやー、懐かしい。音割れ大丈夫？よかった。いやー、キャシーさんのね、料理食べたくてお母さんにこれ作ってとか言って困らせた覚えがあります、私。あー、懐かしくて泣きそう。後ろにペンギンいるね。話そう。ペンちゃん。いやー、お城って本当にいいものですね。できればキノコ城にずーっと住んでいたいですよ。そんなに住んでたい？ピーチ姫ならついさっき奥の部屋行かれましたよ。ちょっとお疲れになられたんでしょ？奥の部屋ってここパーティー会場？まあ、なんか人いすぎてちょっと話すの、全部話すのちょっと厳しいから気になる人だけにするね。砂漠の街カラカラタウンからやってきました。あー、懐かしい。カラカラタウンとかなんか、サンママスターとかみたいな敵いた覚えある。どうしよう、なかなか素敵ですね。涼しくて居心地がいいです。美しいピーチ姫ともお話ができて、私はとっても幸せです。カラカラタウンに帰ったらみんなに自慢します。だって。これはチューさん。チューさんなんかウケる名前。カラカラ砂漠からやってきた。この街の連中はみんないいやつばっかりだ。俺の心のふるさとに決定。勝手に決定されちゃいましたけどね。いや、マリオ殿、私がキノコ城の大臣です。マリオ殿がいる限りキノコワールドは絶対安全、頼もしいことですなぁ。ですって。寒い村を代表して村長の私が来ました。あ、もうこの時間。寒い村の人多いな。キタピオさんにお土産を買いに行くの？キタピオさんいるよ、そこに。キタピオさんもなんか、あれなんじゃない？お土産買っていくんじゃないの？被るよ。いいの？キノコタウンのお隣の村、ナコナコ村懐かしい！最初の方から、ね、なんか、聞けるところですね。ピーチ姫ととっても楽しくお話できて、いい人だな。なんか、ストーカーとかになりそうだけど、大丈夫？やばい、なんか人見ると話しかけたくなっちゃうけど。シナフルを買って知っていますか？
お城の近くにあるんですけど、とてもロマンチックなところなんです。デートにはぴったりなんですよ。だってあれだね、あのデアールさんとかいるとこ、あーなんかこの 3D と 2D の融合感もたまらないですね。昔ね、なんかたまらなかった覚えが。これ上の部屋と下の部屋どっちから行くべき。ここはピーチ姫のお部屋です。でもここにはいらっしゃい、あ、そういうこと。じゃあ上に行くの決定だ。なんかそういうあの優しい仕様。ケーキが3つある、3つばかりある。私もなんかケーキ食べたくなってきた。お腹空きました。まだ晩ご飯食べてない。よし、僕はミノルです。ちょっとなんかなやなやした人来た。朝からお客様がいっぱいでとても緊張しています。ドッキー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 だってちょっとなんかあれだね、無理しないでね。あ、ここ何、わ、急になんかこう視点が、なんだろう、パースが、なんていうの、こうなんか Z 軸になったんですけど、あなたにお客さんがいらっしゃらないから静かですね、落ち着きます。あ、本当、もしやここか。わー、この遠近感よ、素晴らしい。なんかピーチ姫いそう。ここに上がれる。いや、なんかちょっとどこにでも上がれるのが任天堂のいいところだよね。ここに入れない、わかった。あー、すごい。なんかさ、私が動くとさ、このなんだろう、鉢もさ、ちょっとこう視点が変わるの、素晴らしい、素晴らしい。よし、ピーチ姫でしたら少し前に奥の部屋に行かれました。奥の部屋ってここで良いの？あ、なんか、おー、窓の外の景色が素晴らしい。オッケー。あ、ずっと止まってるとなんかメニューが現れることに気づいた。ちょっとじっとしてよ。メニュー降ってこないかな。まばたきが、おー、ハートが10分の10、FP が5分の5。なんだっけ、あの星。経験値かな？が0で。コインが0だって。すごい懐かしい。なんかその、あ、ピーチ、おー、背が高い。なんか、すごい遠近のせいか巨大姫に見える。まあ、マリオ、パーティーに来てくれたのね。ありがとう。ハート。お客様のお相手をして少し疲れてしまって、だからここで休んでいたの。ここなら誰も来ないわ。二人でゆっくりお話、あらーあらーあらー、なんか、やらしい。今日はいいお天気だし、バルコニー出たら気持ちよさそう。行きましょう、マリオ。バルコニーで花。はっ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 、Wii U パッドが激しい。Wii U パッドがやばいんですけど、これ Wii U パッドで死んだらどうしたらいい。やばい。やばい。めっちゃなんか携帯鳴ってるみたいになってるけど、これ Wii U パッドです。やべえ、ちょっと待って、クッパの計りごと規模でかすぎない？やばいやばい、 Wii U パッドがやばいクッパ白ごと、いつこれ埋め込んだ？これ白ごとなんか誘拐するみたいな感じでしたっけ。はい、大丈夫だった、マリオ。今の一体何だったのかしら。どころの話じゃない。見て、マリオ、まだお昼なのに窓から星空が見えているわ。すごいのんきだが大丈夫か、それは。おー、来たー来たー、豪快な現れ方。ガハハハハ、ピーチ姫よ、久しぶりなのだ。クッパ、まさか今の地震はあなたの仕業なの？一体何をしたのよ。ガハハハハハハ、我が輩のクッパ城でキノコ城を空高く持ち上げたのだ。どうだ、驚いただろう。この城はもはや我が輩のものである。おとなしくするがよい。む、お前はマリオ。やはり出会ったの。相変わらず我が輩の邪魔ばかりするやつめ。今度こそは貴様などに邪魔はさせんぞ。またそんなこと言ってなんかすごい、ピーチ姫がなんかこんなね、城ごと持ってかれたのにたわいもないみたいな感じなんですけど、あなたがマリオに勝てるわけないわ。諦めなさいよなんかびっくりマークも何もついてない感じ。あなたがマリオに勝てるわけないわ、諦めなさいよみたいな、なんかちょっとあの間延びしちゃいますね。確かに今まではマリオごときに手こずってきたが、ちょっと手こずってきたが全部ひらがなで書かれると難しい、ひらがなですね。今度こそ我が輩が勝利するのだ。さあマリオよ、かかってこい。よし、あ、戦いが始まった。
マリオ頑張って。オッケー、オーイェイ、オーイェイ。ジャンプ、ジャンプしかない。クッパにジャンプだー、えい。これなんかそのなんだっけ、着地の瞬間にま A を押すととかあるけど、これ死にそうなぐらいのなんかエフェクトだけど大丈夫、動きが、えいや。いつまでこのなんか単調な作業を続ければいい。はい、よいしょ。またかよ的なニュアンス。お、やるのマリオ、それでこそ我が輩の、あ、飛ばしちゃった。だから今日の我が輩が今までのようにやられっぱなしではないぞ。なに、ミオ、星の国から奪ってきたスターの杖だ。これはどんな願い事でも叶えられるすごいものだ。あ、なんか説明してしまう、まぬけか。このスターの杖で我が輩がパワーアップすれば、そんなだっけ。おお、エフェクトが、おお、 3D である、すごい。あ、なになになに、ガハハ、行くぞマリオ、てってってってれってってれって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 見て、うーわ、すげー効く。ピンチだって、どうしたらいい。でもなんかジャンプするほかない。よいしょ、あ、カーンってなっちゃった。それでおしまいか。そんな声きっとも聞かんぞ。助けて、誰か誰か助けて。うわー、死んじゃう、死んじゃう、ピンチだって。なんかこのなんか茶番はいつまで続く。クッパ強いよ的な演出。あの、我が輩にとってマリオなど敵ではないわ。お遊びはこれまでだ。そろそろ本気を出すとするか。マリオよ、これでも食らえ。あー、死んじまう、死んでしまう。あー、死んじゃった私。ピーチ姫のなんか動きの細かさ、表情の豊かさがなんかすごい。マリオ64の2000年のゲームながらね、だ、やったぞ。ついに宿命のライバルマリオを倒してやと。倒されてしまったの私、お見事です。さすがクッパ様です。じゃあこのスターの杖さえあればどんな願いも思うがままだ。我が輩は今本当に無敵だ。さあ、邪魔なマリオにはさっさと出て行ってもらおう。わあ、なんかひらひらこうなんかね、紙くずのように落ちていってしまいましたけれど、マリオー、あ、星が、いろんな色の星があって、なんかすごい素敵、素敵な空間。あ、マリオストーリー始まった。あ、プロローグ、星とマリオとクリボーと、あ、どこ、ここどこだっけ、クリボーの家の裏だったっけ、なんかそんな感じだったような。あ、七人の星のせいかな。なんかすごいずっと見てたい綺麗さ。いや、懐かしい、子供の頃ね、自分の部屋でやった記憶が蘇る。ああ、よかった、かなりダメージが大きいけど大丈夫みたいだわ。さすがのマリオくん、マスターの杖の力を手に入れたクッパにはかないませんでしたか。わ、大問題ですな。星のせいもマリオに期待してたのね。落ち着くのだ、わしとマリオとわしらの力を合わせればまだ希望がある、そういう話だった。マリオが立ち上がってくれるように今のわしらにできることをしようではないか。皆の者、マリオに力を与えようぞ。お、すごい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 、めっちゃなんかされてる。今のわしらにはこれが精一杯だ。マリオよ、どうか立ち上がってくれ。おー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 、なんかすごい、ちょっといちいち感動しちゃう、このキラキラしたあの演出に。お、クリコ、クリコ、クリコ、確かこの辺に何か落ちてきたのよね。あれ？めっちゃ見えるのに。何か的な程度の気づき？誰か倒れてる。あ、そっか。なんか、さっきまでみたいな感じか。まあ、それはどうでもいいですね。回復、この帽子。それにこの髭。あの有名なマリオにそっくり、有名設定なのに。まさかこの人、本物のマリオ？ポーズが。ねえねえ、しっかりして。どうしよう、全然起きないの。なんか、和む。あ、後ろのさ、なんかあの、空のパステル感がいいですね。どうしよう、どうしよう、どうしよう。ほら、この、クーピーで塗ったかのような。パパ、おじいちゃん、お兄ちゃん。
どうしよう。星が、マリオ、聞こえておるかマリオよ。わしは星の精、チョール。お主に大事な話を伝えねばなんだ。ピーチ姫を救い出すためにも大切なことだ。だがあいにく、ここではあまり長い時間お主に話し、ああ、なんか、頭の中に直接みたいな。故にマリオよ、星の降る丘に来てほしいのだ。頼むマリオよ、わしらはそこで待っておる。すごい勇者感、すごい、あ、なに、あ、起きた。起きれた。あ、マリオさん。よかった、気がついたんですね。気がつきましたけれど、ここは。何日もずっと眠ったままだったから、みんな心配してたんですよ。あ、それは、すいません。ここですか？ここは、栗村。その簡素なの、栗村。です。キノコタウンの、西にある小さな村ですよ。私の他にクリボーさんと家族が暮らしているだけなんです。ですって。クリボーといっても、この村に住んでいるクリボーさんたちはとってもいい人たちですよ。近くの森で倒れていたマリオさんをここまで運んでくれたのもクリボーさんたちなんです。そうなんだ。何人がかりなんだろうね、クリボーがマリオを運ぶのは。え、ヒゲの生えた星？その星に、あ、そのことは覚えてるようですね、マリオ。星の降る丘へ来るように言われたんですって、そうなの。いや、そんな星見てませんよ。それにこの家に出入りする人も見てなかったですよ。としたらマリオさん、夢でも見たんじゃないですか。そんなはずはあるめえ。ん？みたいになってるけど。もしも夢でなかったとしたら、それは星の国に住むと言われている星のせい。かもしれませんね。星。このなんか、A ボタンを押すやつが星なのがね。だって星の降る丘って星の国に一番近い場所って言われてますから。星。みたいな。とにかくマリオさんが元気いっぱいになって、元気じゃなくて元気いっぱいだからね。よかったです。ければクリボーさんの家族にも挨拶をしてくださいね。おう！アホー！動ける？イェイイェイイェイ！もしも疲れたら、いつでもここに来てくださいね。おう、なるほどね。このなんか硬そうなベッド、ペラペラペラって眠るんだよね、確か。眠れない？今眠れない？眠れない？あ、眠れないみたい。話しかけるときにさ、腕上げるのいいよね。アホーみたいなね。こう、芸が細かい。さすが、ニンテンドーっていう感じ。ちょっとお腹が空いてきたので、ぼちぼちやめてもいいですか？セーブポイントないかな？おー、クリボーとかいるけど、セーブポイントなんかこの、あったー！ベロン。ベロンじゃなかった。ピコンって音だった。もしも、ゲームオーバーになっても、一番最後にセーブをした状態からゲームを続けられます。冒険している途中、このブロックを見つけたときは叩いておきましょう！了解でーす。じゃあセーブ、おー、セーブをするか虹色だ！すごい素敵。はい、ということで、すいません、お腹がとっても空いてしまったので、今日はこの辺にしてもよろしいござんしょうか。次回、クリボーの、村のクリボーたちに話すところから始めるということにしてもよろしいです？いいでしょうか。じゃあ、マリオストーリーシャープ1は、ここまでにしましょう。 Thank you for your seeing! 今後期待次回。はい、マリオストーリーパート1見てくださってありがとうございました。 See you!